お疲れちゃんです。ラットです。ってことでね、今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、こちらの 2.5 ホグ。2.5 です。超高回転のホグライダーデッキ。ということで、アジアチャーですね。結構マスケのイメージがあるんですけど、ホグライダーといったら。今、アジアチャーがね、今来てます。めっちゃ来てます。はい。ファルチェが多くなってきて、ファルチェに強くて、あとは、ゴレとかペッカとかも、結構見るようになってきました。で、ファイヤーボールのデッキ、マジックアーチャーのね、メタといったら、ファイヤーボールであったり、トリトンとかなんですけど、トリトンもね、今消えました。はい、結構消えました。で、ファイヤーボールも、なんかそんなにない、クロスぐらいですね。本当にクロスぐらいといったところで、マジアチャがね、結構活躍する場面が増えてきてますっていうところの超高回転ホグですね。はい、ということでやっていきたいと思います。超高回転、オールブレイカーですね。前流行っていたんですけど、それのホグ版みたいな感じです。はい。なんで、防衛とかね、結構難しくなってきますね。回転早いので。慣れではありますね、もちろん。なので、誰でもね、重力しか使ったことないやって方もね、ぜひね、使っていただければいいかなと思います。ということで、今日ね、この動画撮ってる、もうこの後ね、美容院に行きます。やっとですよ。コラボ動画とかも撮ったりして、髪がね、すごい邪魔でね、なんか僕のコメントに対、僕へのそのコメントで、ラット髪切れや、とかあったんですけど、切ります。はい、僕もね、伸ばしたくてここまで伸ばしてるわけではないのでね、ちょっと不潔感がね、若干あったかもしんないです。そこはね、申し訳ないかなと思います。はい。ということで、さっぱりね、していきたいと思いますね。2ヶ月ぐらいかな。髪、切ってなかったんですけど。やっと切れますね。で、髪、色はどうしようかなって感じなんですけど、気分でね、何色か、なんか、に染めれたらいいかなとは思いますね。きたー！ということで、さあ、早速やっていきたいなと思います。で、回転範囲で、自分からね、相手のリズムを崩していくっていうイメージをまずは持っていただきたいなと思います。相手がね、トルネードとかを持ってる場合があります。ホグにとってすごい辛いですね。辛いんですけど、一周目のトルネードに対しては、やっぱね、ホグライダー通りません。なんですけど、もちろんこのデッキの強みは回転が速いところにありますので、1周目のトルネードに対して攻めが通らなくても、2周目のね、ホグライドをね、ガンガン飛ばして、リズムを作っていきたいところであります。よいしょ。これ相手は、よいしょ。ペッカ工場ですね。超高回転。高回転じゃない。それ俺。ペッカ工場ですね。よいしょ。回転が速い。そして、小物がやっぱ多いので、そこでこんな感じでペッカは溶かせますね。今のウッドはいらなかったですね。はい。なんで、ホグライダーは、ペックに対しては、多分必ずと言っていいほど、一発は稼げるので、よいしょ、ガンガン飛ばしていきたいですね。これ低めスケで、多分完封できます。犬の傷ついてたかな、もともと。はい、ということで、ここからね、ホグ飛ばしつつやっていきたいかな。で、コウモリセパして、一回待って、相手が絶対どちらかにユニット出すので、逆サイにホグライダー飛ばしたい。と思ったけど出てこない。3が動きましたね、よいしょ。エレキ？ああ、ペッカですね。よいしょ。でもこれも結局アイスゴーレムもあるので、逆サイに釣れますね。で、このペッカは、楽チンで守れますと。よいしょ。マジアチャと、アイゴレだけで余裕で溶かすことができます。で、相手はこの間に、することがない。なんで、後ろからね、こうやって、ダックプリとかを割くんですけど、これもね、美味しくいただきたいなと思います。よいしょ、スケで釣りつつ、これミニペッカで、なんかすごい動きしてる。すごい動きしてる。これマジアチャの前にね、ホグライダーつけたかったですね。贅沢言うと。これアイスピとアイゴレ。よいしょ。いいザップですね、相手は。なんですけども、全然ね、やっぱ通んないですね、相手の攻めは。で、こっちももっとね、削っていかないと、やばいかなっていうのありますね。で、やっぱ相手は右側。こっちサイドにね、ユニットを出す、癖なのかわかんないですけど、絶対ユニットこっち側に殴らしてくる人なので、マイクもホグライダー逆サイドに展開していきたいですね、今から。なぜ君はこっち来た？なぜこっちに来たのかわかんないけど、言うてね、守れちゃいますね。で、ここは、気持ち許容ですけど、
よいしょ。アイゴレマジアちゃんのね、形が作れているので、ここでね、ミリピッカを追加して、相手は絶対もう一手に叩きます。よいしょ。で、この瞬間攻めて、3が5かエレキ。はい、マジアちゃんで射抜いていくけど、あんま射抜けないですね。やばい、これやばい。よいしょ。いていていて。これアイゴレで、時間稼ぎと、もう、と、気持ちしとこうかな。はい、で、これ左側、タワーダメージ見てもらえればわかるんですけど、僕ダメージ受けてないんでね、こういうのを、無視してね、ちょっとね、リズムをまたね、取り返していきたいと思います。こういうのをね、全部守ってると、守りすぎちゃうんですよね。この、まあ、ゲーム上、タワーを落とされなかったら負けないので、ダメージを受けていいんですよね、別に。守りすぎっていうのもね、良くないですね。こう一回、ちゃっちゃエレキとかしちゃって、二周目マジアチャプラス、ここスケでね、気持ち延命。たまたま延命できたらラッキー程度でやってるんですけど、多分延命できますね。で、このユーノもミニペッカで処理できて、これもうね、もう誰が見てもわかる。イケイケどんどんタイムなんで、これ追加して、まあ勝ったかな。相手エレキ咲いてるし、ここのマジアチャが、フィーバーしてますね、これも。どうなってんのかわかんないんですけど、よいしょ、気づいたら終わってるという感じで、ペッカにはね、結構相性いいんじゃないかなと思いますね。今、環境的にもペッカがちょっと増えてきて、まあ増えてる理由としては、まあトリトンの弱体化ですね。まああとはエリゴレの弱体化、HP の弱体化で、エリゴレ、ペッカが今までエリゴレ殴っても、あいつら丈夫だったんで、毎回どの形でもペッカ受けてミリ残りぐらいしてたんですよね。なんですけど、まあエリゴレのね、10% 加法で全部こうペッカ一発で、なんかね、形変化というか処理、できるようになったんでね。エリゴレの弱体化で、またペッカもね、生き生きしちゃってますね。で、これライトニングの範囲であんま巻き込まれないようにしっかり横にやってるけど、もしかしたらライトニングの範囲に巻き込まれそうですね。よいしょ。あー、これもね、こっちが攻めちゃいますね。マジアチャーこれも残っちゃうんで、結局。よいしょ。で、ミニペッカも入ると。で、ギャングとか用にウッド構えて、来ないですね。この3号が無視でいいですね。はい。で、これも適当に、まあ、1コス、2コスでマスケット防衛しつつ、ちょっとコストが溢れるので、下から流して、ウッドで、時間稼ぎとダメージ稼ぎ。よいしょ。で、相手ゴブジャイでしたからね、スパーキーとかの可能性も、ありますね。よいしょ。ということで、一回ホグライダー飛ばします。ガンガンね、攻めていいです。まあ、攻めすぎだけは気をつけて、っていうところなんですけど、まあね、このデッキの強みはもう攻めまくれるところなんでね、相手にこう防衛させて、この流れてきたのを小物でね、受けて、よいしょ、この間にまた攻めてっていうのがこのデッキの強みなのでね、あれこれミニペでもうゴブジャイはね防衛できます。じゃあこの間に逆サイを攻めますといった感じで、この相手はこれに、待ってやばい、入れ、おーやめろ、おーい、スパーギンちゃんよ、よいしょ。いやでも、落ちているので、逆サイド。ここね、しっかり守りたいと思いますね。一応、ザップ警戒で、ファイスピじゃなくて、アイスピ出してたんですけど、いらなかったですね。はい、というわけで、もう勝ったね。これは余裕だわ。で、もう4コスで1回フグ飛ばします。多分10コスになって飛ばすと、また相手に後ろからね、スパーギー出されたりして、形作れちゃうので、先にね、攻めてあげます。で、相手ね、スペル出てないんですよ。マジで。わかんないんですけど、本当に。スペル飛んできてなくて、相手からスパーキーめっちゃ後ろなので、この間にミニペッカでね、溶かしちゃいます、もう。で、ウッドでタワーダメージ稼ぎつつ、あ、ポイズンあったな。で、ここのアイスピぐらいで、ファイスピ打たせてあげると、このミニペッカ、あー、いいスケですね。あー、よいしょ。で、ここもコウモリでね、あー、ゴブジェにやられちゃった。一回スパーキーに打たせてからの、アイゴレからの、ミリペッカからの、ウッドからの、ファイスピかな。これでもマジアチャが射抜いてますね。ファイス、あいつを、スパーキーを。よいしょ。ね、これゴボリで受けたいけど、まあ受けたところで、結局相手は、防衛しきれずに、タワー落ちる。よいしょ。はい。完璧ですね。回転早くて、ザップとかはないんですけど、その分ね、スケとかアイスピもありますし、やっぱ回転早いっていうのはね、大事になってきます。なんで、相手がね、もしラバとか、でも、全然ね、マジアチャがこう、3体ぐらいね、溜まっちゃいますとか、もう、溜めるイメージですね。まあ、あとは、ラバとか、バルーンも、絶対完封をするっていうのは難しいので、まあ、若干ダメージは受けるんですけど、その間に、しっかりね、逆サイとか、をミニペック、
とかホグとかでしっかり攻めて、まあ、ダメージを受けるんですけど、その分でこっちもしっかり攻めてダメージを、まあ、奪い合うっていう感じに、なイメージをね、持ってほしいですね。守れない時に、あー、守れねえわってなるんですけど、守れない時っていうのは、まあ、相手がやっぱ攻めてきてる時であって、相手は攻めのターンで逆にこっちは守れないんですけど、ユニット出してない分、こっちは攻めれるんでね。相手が攻めてきた時に何もできないっていうか守れないって時は、もうこっちが攻めてあげればね、その11効果にはね、最悪持っていけるので、別に守れなかったらね、守らなくていいんで、攻めちゃいたいですね、こっちも。はい。といったところで、さあ、後ろから交わっちゃおせて、ライトニング打ちましたね。これ相手ライトニング打ったってことは結構コスト使ってるので、ここでね、まあ、ワンチャントルネードがあるので、後ろからバルキリー、じゃなくてコウモリ追加して、ちょっとね、これ泣きたい。バルキリーアイスウィズライトニング。なんだろうね。まあ、ロイジャイとか、マイリゴレの可能性がすごい高いですね。バルキリーあると、今みたいなね、僕のホグミニペが一掃されちゃうのは辛いですね。もう後ろからもう一回、はい、行きましたね。よいしょ、これチャッチャとかしたいと思いますね。で、ライトニングのコストはないと思うので、で、ワンチャンこうライトニング打たれてもいいので、ここの間にホグですね、ここ。これ、相手ライトニングミスった。てか、マジアチャに当てようとして、そんなんだったかな、なったのかな。これ遅れてバルキリー出ますね。トルネかーい。めっちゃあるじゃん、なんかホグの対策というか。はい、で、これは、ここに、アイゴレの後ろにスケかコウモリを炊くと、まあ、スケでいいかな、多分バルキリーをね、裂いてくれると思うんですよ、僕の予想は。で、そこはマジアチャでね、射抜いていきたい。あはは、失敗。まあでも、ホグライダーじゃなくてトルネード使いました。ホグコウモリでトルネードはない。バルキリーで守るかな。来いバルキリー。バルキリーまで来てほしいんだけどね、マジアチャで射抜きたいんですよね。まあでもここは、このアイスウィズにね、射抜いていきます。よいしょ。ホグライダーで攻めつつ、またね、マジアチャでね、攻めれると言ったのがね、このデッキの強みでありますね。で、これがまたむずいですね。一回、後ろから行きたいんですけど、後ろから行っても、結局ライトニングもあってトルネードもあって何もできないので、ここはもうガンガン一回攻めちゃいますね。ここで攻めてあげて、結局ね、守れないんで、そう、結局守れないんで、よいしょ、今の、ね、相手にダメージ稼いだのと、まあ、あとは相手のエリゴレの処理ができたんでね、よいしょ、いいんじゃないかなと思います。で、ここはライトニング垂れたらちょっと辛いですけども、よいしょ、で、これ逆サイきますね。ここ一回ホグ飛ばして、まあ、トルネで使わせるイメージですね。で、ここの方が通らないので、次ですね。次のホグライダーを飛ばしたいですね。僕としては OK。すごい回転が速くて大変なんですけど、あ、待って、左側じゃなくて、右側落ちてない。待って、待って、最悪。待って、右側落ちてない。お、間違えちゃで。あ、待って、やばい。持ってない。めっちゃいい棒してたのに。申し訳ない。右側。右側気づかなかった。待って。これはね、申し訳ない。普通になんか右側落ちてると思っていた。あれ？なんでだ？いや、これはちょっとね、もったいないな。普通にもったいなかったですね。はい。という感じで、スペルがね、中型スペルがないので、最後のね、落とし忘れだけはね、気をつけていただきたいですね。まあ、ホグライダーが飛んなかっても、2周目のホグライダー。そして、相手のアイスフィーズとか、まあ、バルキリーとかをしっかりマジアチャで射抜いて、まあそういう部分でダメージを稼いでいけばね、中型スペルも、なくてもね、十分削れるので、こちらね、ぜひね、お試しください。とても楽しいです。難しいです。大変です。はい。というところで、今回はね、こんな感じで終わりたいと思うんですけど、まあマジアチャとか、ユニレベね、マルチないと、結構きつくなってくるんでね。そういうことはね、今回これは使えないかもしれないんですけど、またね、ちょっといろんなデッキが今ね、環境が定まってない分、何でも存在します、デッキが。もうどんなデッキでも存在します、なんで、またね、いろんなデッキを紹介していきたいなと思います。よければお楽しみください。チャンネル登録とね、高評価の方もよろしくお願いします。と、では、ご視聴ありがとうございました。